サーラ、学名スコンバーモリスニフォーニアスは、鈴木サバカに属する海水魚の一種。細長い体の大型肉食魚で食用に漁獲される。成長するに従って、サゴシ、ナギ、サワラと呼び名が変わる出生魚でもある。体長が細長く、狭い腹から、強腹と呼ばれるようになったとする説がある。他の地方名には、サーラ、ヤナギなどがある。なお、 石川県の方言では、サワラはカジキを指す。最大では、全長115センチメートル、体重12キログラムの記録がある。また、メスの方がオスよりも大型になる。禁煙種も含めサバ科の仲間でも特に前後に細長い体型で、左右に平たい。地方名のサゴシは、京子シ、サワラは、京ハラの意である。口は大きく、顎には鋭い歯がある。 側線は波打ち、枝分かれが多い。第二背ビレ、尻ビレと尾ヒレの間には勝利ヒレが並ぶ。また、体内には浮力を調整する表がなく、エラ葉もごく少ない。体色は、背側が青灰色、腹側が銀白色で、体側には黒っぽい、反転列が縦方向に7列前後並ぶ。新潟県で取られたサーラ北海道南部、沿海地方から東、 シナ海まで東アジアの亜熱帯域、温帯域に分布する。これらは日本海南部、航海、東、シナ海に分布する景軍と瀬戸内海から西日本太平洋岸に分布する景軍の二つに分けられる。前者は、航海、後者は瀬戸内海を産卵状としている。春から秋にかけては沿岸の表層を群れで遊泳するが冬は深場に移る。 食性は肉食性で、主にカタクチイワシやイカナゴ等の小魚を捕食する。産卵期は春から初夏で何回かに分けて産卵を行う。稚魚は当初から鋭い歯を持ち、自分と同じくらいの大きさの多魚を貪欲に捕食する。生後1年で46センチメートルほどに成長し、以後は2歳68センチメートル、3歳78センチメートル。 4歳84センチメートルほどとなる。成長は温暖な時期に顕著で、冬は成長しない。寿命はオス6年、メス8年ほどである。サワラの西京焼き身の見た目は、さほど赤くなく白身魚として取り扱われることも多いが、成分から見ると赤身魚である。日本では一般に、焼き魚、西京味噌を使った西京焼き、唐揚げなどで食べられる。 身が柔らかく崩れやすいので煮物には向かないと言われることもある。岡山県周辺では鮮度の良いものを刺身で食べる。香川県などではサワラの卵巣を使ってからすみを作る。まだ油分が少ない年齢のサゴシは出汁を取るための煮干しとして近年商品化されている。刺し網、低地毛、引き縄などの沿岸漁業で漁獲される。 春が旬の魚とイメージされているが、本当に味が良いのは秋、冬である。特に冬は油が乗り、寒わらと呼ばれて珍重されるが、この季節には活動が鈍るため漁獲量も減る。サワラの漢字は右辺に春で、サワラと書くが、これは春に産卵のために沿岸へ寄るため人目につきやすいことから、春を告げる魚というのが次元となった。 20世紀後半には漁獲量の減少が顕著だったが、漁業規制と種病放流、さらに日本近海の水温上昇、それに伴うカタクチイワシの増加が重なり、漁獲量は低いながら回復傾向にある。なお種病生産においては、稚魚の共食いが激しく、資源維持に向けての課題となっている。日本近海で水揚げされたものは高価で、 韓国などから輸入した加工済みの製品も多く、流通する。安いサワラの切り身は、沖サワラなどと呼ばれるが、カマスサワラなどの禁煙種である。中国では、魚、アイテンバザメなどといい、虫魚、煮魚などにするほか、ジンタオなどでは、餃子の具にもする。台湾では、虫魚などのほか、切り身を天ぷらにしたり、その天ぷらを、とろみスープに入れたりする。 サワラゾクスコンバーモリスは全世界で約18種が含まれ、日本近海ではサワラの他に4種が見られる。なお、カマスサワラアッコアンソサイビームソランドリーはサワラ類とよく似ていて、和妙にもサワラとある家属が異なる。ありがとうございます。